さあ始まりましたドライブワイパーで始まった辻子ジャンクション跡伝説のアルバイター、150ぐらいだったかな。さあで今日の武器はホークスの泥じゃけ。いきなり泥か。多いねしかもあそこだったら。次はどっから出るのかな。どこだ、あとでかいのか。ハイドランドに任せといて、こいつは運んでくれんの、運んでくれんの期待してくれる。しかすると運んでくれてる。状況を見てね、彼らが運んでくれてるんだったら分かる。でももうトントンでいったな。一人殴られたな。どこ行ったの、どこだ。運ぶのは楽なんですけどね。新とこかわかんないんでね。あーっと満潮、これはすごい映像になるよ。カオスになるから見といてね。これは見るべきだよ。まずこっちから出てくるんですね。マジで、で私がこれ止めてる間に味方があれを倒してくれたりするよね。カタカタ前にやっぱ倒してくれる。フォローもしてくれた、完璧だ。でダイバーが出てきたから、ちょっと上がって、また行けない。私はここで止める。そして、カタパットを倒してくれて2回連続が無理だったね。じゃあやり方を変えて、よいしょ、いったね。今詰まってるけど、きつい。誰かが倒してくれた。これが邪魔、あれが一番邪魔なんだよ。ヘビがね、ギリギリ倒せなかったね。さあ、カオスな状態になりますね。2人いないとね、かなり厳しいから。ほら、1人、ナイス。早め早めナイスボール。こういう時に食べるか使えるよね。さあ、弾が落ちてますけど、どういう状態だ、これ。おい、なんでダイバーにやられるんだよ。ちょっと入ってた。さあ、弾が多いので、あと入れれればいいだけですね。そう。27。どんな日あるんだよ、これあるよ。よいしょ。よいしょ。さあ、ナイスですね。満潮ゴリゴリすごいよね。さあ、ハイドランドです。さあ、水が一気に来ましたね。よいしょ。火型を待とう。はい。どうで行っても、これは無理じゃ、出ません。あー、疲れたいね。違うかね、青く。鉄板も来たね。雨で無理だったね。味方が来てる。さあ、どうした。
今飛脚攻撃だ。かわしに行った。仕事はギリギリしかないパワー2体を倒したので、ある程度動きやすくなるかと思うんだけど、さあって疑惑だね。はい、さあって何という虚しい進化だでしょうか。アイドランドとかをちゃんと連携しないときついよね。どうだろう。それじゃ何もできないです、ね。負けちゃいました。ウェブ3で負けてしまったか。残念。じゃあね、俺待ってる時間でね、いつも掃除とかするんですけど、今日は、水道の話でもちょっとしたいなと思います。水道の維持管理っていうのがあるんですけど。まあ水っていうのがないとね、人間は死んでしまうのでスプラトゥーンも楽しめないんだよね。で、漏水調査っていうのをしてくれてます。漏水調査の距離と破裂漏水による修繕件数の推移っていうね、誰が興味あるんだっていうのを書いてくれてるんだけどね。まあ近年まあすごい少なくなってる、調査が多くなって、漏水の修繕件数少ないよと、あんま破裂してませんよってことだよね。うん、だからちゃんと調査してくれて、やばい時、いやちょっとやばいなって思ったらもう直してくれてるってことだ。うん、すごいね、浄水場。さあ始まっちゃいました、マックランマニバー。さあで、ちょっと夕暮れ。あー、これはなんだろうな、運び屋かな。おっと、間欠泉、遠くでね、当たっても嫌なんですよね。さて、どこだ。こんなとこか、これまずいね。運びを使いきましたね。大麦っす、玉も拾うっていうやつだからね、大変だよね、玉拾いが。さあ、玉拾いの買ってますね。いいですか、よく見えてるね。これでタロウ、アイドランド。アイドランドって間欠泉はね、ティッシュってサービスなんで、これはね、絶対にクリアしておこう。さあ、補給祭です。補給祭の使い方がまだまだ下手なんだよな。せっかくなんで、ここへんのとこダブルできるパターンだね。ダブルできるやつ周りの船は、あっちにバグダメしたい。爆弾を、お、うまい。いいね、フォローがうまい。アイドランドのフォローがめちゃくちゃうまい。一人でくっついからね、フォローさせるやつがいると助かる。
なんどこに行ってんだ。完全に逆に行っちゃったね。さあそろそろ逃げるかな。さあ一回運び屋がちゃんと運んでくれてるからね、彼らを倒す。完全にいい運び屋だった。一気に逃げちゃう。ここで倒す。これでダイバーを倒す。爆弾がだるいじゃん。爆弾が入ってきた。おお、ステージ9さん。これまずいね。せっかく入ってるんだから、ちょうど人数入ったのに、時間までに全滅しちゃうともったいないの。まあ、必殺技も残ってるかな。さあ、これ使いどころだよね。どこで使おうか。もう換気扇だ。はい、素晴らしい。えぐいね。今回ちょっとボーナスステージが多かったので楽勝でしたね。ありがとうございます。